長したメネラーオスを治療するマカーオーン。マカーオーンは、ギリシア神話の人物である。長部員を省略して、マカオーンとも表記される。イカミアスクレーピオスの子で、ポダレーリオスと兄弟。アレクサノール、スピュロス、ポレモクラテース、ニーコマコス、ゴルガソスの父。アスクレーピオスの子であるマカーオーンとポダレーリオスは、共に名医であり、特にマカーオーンは、外科。 ポダレーリオスは内科に長けていた。彼らはヘレネへの求婚者の一人で、トロイア戦争ではポダレーリオスと共にトリッケ系の軍勢30隻を率いて参加した。マカーオーンはアスクレーピオスがケイローンから授かった薬を持っており、ギリシア軍の軍医的存在であった。イーリアス初日、マカーオーンはパンダロスの矢に傷つけられたメネラオスをケイローンの薬で癒し、 三日目には、最大の激戦区だったスカマンドロス川沿いで、イードメネウス、ネストールと共に戦った。しかし、パリスの矢を受け、それを見たイードメネウスは、ネストールに、傷の手当てができるものは、他のものより何倍も価値があるからと言い,い、マカーオーンを戦場から運び出すよう頼んだ。そこで、マカーオーンは、ネストールの戦車に乗って、戦場を脱出したが、それを見たアキレウスは、 心配して、パトロクロスを、ネストールの陣に使わした。後に、マカオーンは、ニーレウスと共にテーレポスの子、エウリュピロスに撃たれた。あるいはアマゾーンの女王、ペンテシレーアに撃たれたとも言われる。しかしマカオーンは戦死せずに、木馬作戦に加わったとも、ピロクテーテースを癒したのは、ポダレリオスではなく、マカオーンであるとも言われる。メッセーネーの伝承では、 マカオーンとポダレーリオスはメッセーネーの出身で一部の人々が彼らを追おうとした。また彼らはメッセーネーの武将としてトロイア戦争に参加した。戦後、ネストールはマカオーンの遺骨を持ち帰ったと言われ、かつてネストールが養育されたというゲレーニアにはマカオーンの墓と聖域があった。聖域はロドスと呼ばれ、病気の癒しが行われた。 この聖域を最初に採取したのは、ヘ平楽例大出身のメッセーネーオーグラウコスであったという。小惑星マッケイオンは、マカオンにちなんで命名された。パウサニアス、2巻11.5、23.4、38.6、4巻30.3。アポロドーロス、3巻10.8。ヒュギーヌス、81。イーリアス2巻、4巻。 イーリアス4巻、11巻。スミルナノ、コイントス、6巻。アポロドーロス、適用5.1。ウェルギリウス、アエネイス2巻263。ヒュギーヌス10、108。小イーリアス概要。パウサニアス、3巻26.9、26.10、4巻3.1、3.2、3.9。 マッケイオンイコール 1931DT イコール 1964R イコール 1971OA イコール 1971QK1 イコール 1975VT6 イコール 1983PVMPC2021 年9月10日閲覧ありがとうございます